皆さんどうも、ピーマンです。今回は俺と横浜の143日物語、実況47回目になりますぞい。今回はヤクルト3連戦の3戦目、5月の21日の試合をプレイしていこう。ここまでのカードは、はい、2連勝と来てますよ。負け知らずです。そしてこの2試合とも完封勝ちというね、この強打線相手にもう素晴らしい試合ができてるわけなんですよね。もうこのヤクルト戦を通して分かりました。実はヤクルトって大したことねえなっていう、数字ほどいいイメージがないんだよね。やっぱ雑魚球団から稼いでるのかな、巨人とかから打って数字を稼いでるだけなのかな、中日とかね、そんなとこで稼いだ数字っていうのは上位球団では通用しませんから、どうぞこのままオナニーを続けてドベ続けてください。そういう球団だね、ヤクルト。オッケー、わかりました。オッケー、じゃあ今回の実況はですね、試合はダイジェスト設定で得点のチャンス、ピンチになると、私が操作していきますのでね、この3連戦の3戦目を勝ってですね、笑顔で終わりたいと思いますので、3連勝ですよ。はっ、最高だね。今日のピッチャー小杉、嘘だろ。お前に任せるわけにはいかんな。こいつ前回登板した時は俺をイライラさせたからね、この連勝をかけた試合でお前に任せられない。今日は番長ミラー、君に決めた。ローテーションをずらします。この男だ、この男じゃないと無理だね。そして今日のベストオーダー、どうしようかな。今日はね、長嶋前回使ったんですけどね、これがデビュー戦、前回がデビュー戦だったんだけど、横浜一本のヒットを打ちましたが、その1打席目にゲッツーを打つというね、クソみたいなデビュー戦となったんだよね。だから2試合連続で使ってもいいのかもしれないが、どうしよう、迷うとこではあるな。まあ、怪我で違和感持ちですからね。今日は石川だな。途中でダイソー守備固め、代打などで使えばいいや。今日セカンド石川でいきたいと思います。オッケー、じゃあ負けないように必ず勝って3連勝やってこう。曇り空。いいね、そっちの方が俺は燃えるからね。青空の下で野球するのもいいですが、こういう曇ってる状況で野球するのもまた良しなんだよね。今日の先発は杉浦、防御率は 3.89 ですか。難しいピッチャーではないと思うけどね、十分に打てるでしょう。期待しましょう。打てないわけない。ギグス？あ、打てない。1回0ね。OK、バンチョミラー、いきなりヒット。らしく。らしくないね。どうしたんだ、いきなりピンチ。おいおいおい、ここで山田死ねってか。俺に死ねって言ってるよね。一回から大炎上しろってか。絶対無理だよね。積んでるよね。殺す気だよね。番長は俺を殺す気で来とんな。いいだろう、殺す気で来とんだったら全力で抑えたる。初球、相手真ん中、ちょっと危ない。死ぬ気か。うわー、ギリギリコース決まってる。振らない。山田レベルはこの辺振ってきてくれないからね。うわー、ファル、よし、ナイス。落とす。フォーク。いやー、これ振らないってもう終わってるじゃん。どうすりゃいいの、これ。どうすりゃいいの、変になりそうですわ。これどうすりゃいいんだ。スライダー、スライダー。はい、打たれた。ほらね。無理、無理、無理、無理。カタツムリ。完全に無理。どこ投げても打たれる。荒波さりげなくエラーしたな、お前。1点目ですよ。3試合連続完封勝ちとはいかなかったね。この男は本当無理だ。どこ投げても完全に打たれるからね。そういう作りになっている。山田の場合は。はい、ど真ん中、シット。これを打たれ。おーっと、飛ぶね。そのままフェンス直撃。オーマイガー。さて、言ったでしょ、大炎上の末期ってね。もう1回からこんなピンチ招かれたら、これやる方もモチベーションなくなるからね。無理無理無理。番長ミラン期待したが、結局これか。大事なとこでは全く恐れられない。クソ偽番長だね。どこが番長なんだよ。はい、三振。畠山抑えてようやくワンアウト。遅すぎるけどね、外野前進だな、ここは。よし、うわー、ボール判定か、厳しいね。イエス、シュートボール決まらない。はい、打たれるよ。はい、ギグス、ファインプレー。はあ、うわー、ベースボールだー。取るとこまで完璧なのに、なんじゃこいつ。ボケなすみすぎるだろ、お前。なんじゃそら、お前。バカじゃねえの。なんでそれ取れず、その投げるの、そんな下手くそなんだよ。病気かよ。もうギグス、それなら取らなくてよかったよ。もう何してくれてんの、本当に。1回から4失点だよ。もう最悪すぎるね。もう取った、もう最高だって言おうとしたのに。ほらね、もう無理。やっぱヤクルトだけおかしい。作りがおかしいね。なんか絶対強く作ってるよね。
どこ投げても打たれるもん。ベストピッチギリギリフォークが打たれたらもう投げるとこないでしょ。うん。それもカウント早いうちから打ってくるっていうね。完全積んでるんだよね。5失点だよ。クソ番長も程があるだ。ほら、抑えられない。もう何なのよ、これもう。クソゲーすぎるよ、いくらなんでも。絶対ヤクルトに対して強く作ってんだもん。どうやってこれ2試合完封できたんだよ。教えてくれよ。クソゲーすぎるだろ。クソゲーだからクソゲーなんだよ。三振。はい、帰れ。最悪すぎるわ、ほんと。なんじゃこら、お前3連勝かけた試合で。こんなクソみたいな試合していいのかよ。6失点目も投げるな、投げるな、投げるな、送球それるから下手くそなんだからやめとけって、お前ら。やめとけよ、どうせもういいんだから。無理だ、これ。どこ投げてもほんと打たれる。6失点、ひどすぎるね。最近の番長期待してたの、これだよ、ほんの、やめて、そのジェスチャー、腹立つから。最悪だよ、本当に。チャンスを作れ、1点ずつ返していこうの流れじゃん。なんで誰も何もしねえの、怖えわ、この球団。いや、とりあえず5回までは投げてもらうよ、どんな結果になろうがね。番長三浦には。ひどすぎるけどね。もうこの時点で死んでしまってもいいレベルなんだけどね。期待したのに裏切られるというのは最悪だけどね。もう誰も、俺はこのゲームを通して人を信用できなくなったね。こいつはどうせ俺を裏切れるんだろうなと。そんな不安な気持ちにさせてくれる一つになりました。ゲームになりました。ありがとう。これでまた俺は一つネクラに近づいたよ。おめでとう、俺。おめでとう、おめでとうだね、本当に。バントもできないようになったんだよね。死んでしまおうかな。明日首吊ろ。そう決めた。みんなごめん。明日で俺の人生終わりだ。クソみたいな。クソみたいな打球が続くね。これな、打たない方がいいんだよね。打たない方がいいの、いいんだよ。もう振らない方がいいんだよ、そう考えると。球場に来ない方がいいんだよ。生まれて食わない方がまだ良かったよ。よし、来た。この打球はライト前に落ちないんだよね。はい、ファインプレイのバーゲンセール。こっちの時はまるでないのね。ありがとう。敵の時だけのこの、もうおかしいから、おかしい。これ絶対、このプレイした時絶対落とさないからね、みんな。このプレイした時本当一回も落としたとこ見たことないからね、俺。普通こういうプレイってエラーするの多いじゃん。ね。10回やって3回成功するくらいの確率じゃん。それ全部プロスピリア 100% ですから、もうファインプレイのバーゲンセールすぎてね、希少価値なし。全然珍しくと、なんとか、またそのプレイ、もう観客が飽き飽きしてるっていうね。ピッチャーにもフォアボール与えるような打番長引退の時じゃないかな、もう本当に。何がしたいの？何がしたいのか分かんねえ、番長三浦。教えてくれ。ピッチャーにフォアボール与えて何がしたいんでしょうか？横浜を負けさそうとしてるのかな？もう、ほんと胸くそ悪い。ロペスの1号遅すぎるよ、ロペス。ロペスが悪いわけじゃないんだけどね。ロペスのどこが悪いのか俺には分かんないけどね。はい、ホームランね。おめでとう。山田にも打たれた。やっぱ、もう、はい、おめでとう。畠山にも打たれるんだね。おめでとう。すごいね。すごいじゃん。歴史に名を残せたじゃん。ボコ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 。とりあえず5回投げてくれたんで、5回まだ投げてないですね。はい、次も行きましょう。とりあえずもう先発として5回投げれないやつは今の横浜に必要ないですから。どんな投球内容でしょう。5回は絶対投げてもらう。ボコボコに打たれたにしろね。うわ、気分良かったのね。気分良かったのこんなことになるんだね。すごく気持ち悪いわ。あ、ダメだね。今日は全然打てない。あ、おかしいな。ねえ、杉浦くん、打てないかな。打てないかな。その難しいかな。それ以上の選手たちはたくさん打ってきたんだけど。ねえ、田中行こう。田中フォアボール与える。田中抑える。田中打たれる。あ、そう。繰り返すんだね、それを。じゃあ次、田中を抑えるだな。うわ、オッケーオッケーオッケー。よし、いいか。この流れから いけば絶対に田中を抑えるんですから。打たれるはない。低め、ギリギリ。ギリギリ、全部ボール。ギリギリ、全部ボール。そういう野球って面白いかな。審判きっちりしてるね。これが未来の野球になるんだろうね。審判きっちりしすぎて、その誤審のね、そういうなんていうの、醍醐味、野球の醍醐味、人間味っていうのがないね。誰も見ないスポーツになってるんじゃないかな。非常になんか冷たさを覚えるよね、球場に来ても。はい、ここでも打たれる。強い打球はすぐ取れるよね。はい、ありがとう。さて、6回抑えました。まあ抑え今更抑えても何も意味はないけどね、勝てないし。はい、終わり。
田中君行こう。2イニング行ってみよう。フォアボール、あ、そうですか。いいね、いいね。で、山田抑えよう。あ、打たれるよね。君みたいな人間が山田抑えれるわけないもんね。うん。野球選手としてもう何段階も違う相手ですからね。お前が抑えれねえねえ。何、たかが横浜の一人のピッチャーが抑えれる。舐めんな、山田お前。山田舐めてんのか。何を思って勝負したの。逃げとけよ。素直に逃げればいいんだよ、お前みたいなやつは。ケツ振りながら逃げてけ。そして掘られろ、誰かに。そういう人生送っていけばいいんだよ。はい、バレンティンにも芸術的なマッチングだね。コースギリギリ、ほんと超ギリギリのとこだぜ、みんな。ねえ、あんなカーブ打てるか。あんな打てるやつ一郎しかいねえよ。バレンティン打っちゃうんだね。バレンティンのホームランに一郎の打率、おいおいおい、史上最強の野球選手か、お前。恐ろしいね。一郎のミート力を兼ね備えている。どこで吸収してきたんだろうね。うん。この打球は、はい、石川取って。はい、アウト。7回も1点ね。ボコボコですよ。ボコボコ日和ですね。さあ、天気も曇るわな。俺の今の気持ちを表してるね。ただ、こっからの逆転ってあると思うんですよね。ないわけではないんですよね。諦めた人間に未来はないし、明日はないし。まあ、諦めてるんですけどね。勝てるわけないって思いながら、やってるんですけど。まあ、信じてみましょう。うん、打てないね。うん。美濃さんだね。わかる。はい、カラさんだね。わかるわかる。打とうとしないもんね。打ちたくない。打ちたくない日だもんね、今日は。よっしゃ、三上行ってみよう。復活のマウンドだ。三上行ってみよう。8回。完璧に抑えてくれ。セカンドゴロ。セカンドゴロ。エラーで出塁。からのヒットピッチャーだぜ、三上、お前。ピッチャーの左率高すぎないか、横浜。なんでピッチャーに打たれるのよ。ピッチャーにしか打たれてないじゃん。もう泣けるね、ほんと。ピッチャー被打率が多分5割くらい超えてると思うよ、リアルガチな話ね。まともに抑えてるとこ見たことない。全ピッチャーに打たれてるもん。全球団の全ピッチャーにね。さて、9回ドラマは起こるか。うん。うん。はい、ゲームセットですね。ボコボコです。あ、1回の時点で勝負決まってましたね。あの時点でもうダメでした。悲しいですけどね。番長ミノが打たれたのならしゃあないです。3連勝とはならず。あんなボコボコにされたとは思わなかったけどね。偽番長もいいところだなと。連勝をね、連敗を何度も止めてくれたんですけど、連勝をかけたマウンドで勝てない。番長の使い道は連敗を止める、連敗ストップだね。それしかないね。うん、それしかできない。連勝をかけた試合では、プレッシャーかかる場面では勝てない投手なんだ。そうなんだね。今季2敗目を喫しました。ボコボコですよ。今日だけで防御率が一気に上がっていきましたね。3.24、2. 何歩だったんですけどね。はぁ、最悪です。最悪です。ありがとう。3連勝ならず、このカードは2勝1敗で幕を閉じましたね。なんとも言えない気持ちになるね。すごくなんだろうな。地獄にいるってこういうことなんだろうなと。生き地獄ですよ。はいはいはい。OK、じゃあ次回の実況では、次回の実況から阪神3連戦が始まりますね。現在はリーグ2位、単独でリーグ2位ですね。下の巨人とは 0.5 ゲーム差、そしてリーグ1の広島とは3ゲーム差と、離れてるね。離れちゃってるね。ダメだよね。勝っていかないとダメなんだけどね。はい、わかりました。ほんで、この阪神戦がですね、最後のセリーグ戦になりますから。で、ここから交流戦がね、26日から交流戦が始まるわけですから、最後のね、このセリーグのカードを楽しんでね、そして勝っていく。楽しむことが全てなんでね、今回全然楽しめなかったし、面白くなかったし、あ、すごく時間の無駄だなと思っちゃったので、次回は楽しんで、そして笑顔で勝っていきたいと思いますので、次回から始まる阪神戦、お楽しみに。じゃあ、グッバイ、また会いましょう。